皆さんこんにちは。今日は令和3年4月25日日曜日、僕はただいま静岡県伊豆市にございます修善寺の温泉場に来ております。今日はここ修善寺温泉とっこね公園で行われますオレンジタイムズ新緑の音楽祭りについてできる限りお伝えしていければと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。この染色のカラーさっきも7色あるので、ただいま時刻の方は10時7分ですかね。11時開始と聞いておりますので、それまで時間が空いてますから竹林の小道でも行ってきますか。竹林の小道にやってきました。日曜日の午前中とはいえこのご時世でしょうか、人手はというとと言わざるを得ませんね。その分ゆっくりできそうな気がするんですけども、スケジュールの都合がありますんで、そこそこのところで切り上げることにしましょう。人が少ない時に歩く分にはまあ気持ちがいいでしょうけども、正直なところ心配になってきますね。先ほどとっこね公園に戻ってきたんですけども、ステージでは本番に備えて準備やリハーサルが行われています。Thank you.
結成して1週間です、はい、先ほどまさこさんから紹介いただいたように即席のまさこさんが歌ってほしいなという歌を私も好きだったので、いや私素人なんですけどできますよって言ったら、まさこさんがいいよいいよやってやってって言われて、でちょうど音楽やってる方なので一緒にやろうよって言って1週間前練習もね、ひとみぼっちの夜ごらん
で私は医療環境管理士というライセンスもありますので、がんの患者さんたちの、心のケアの、あとはあのご家族の方のグリーフケアなどを担当させてあのいただくことがあるんですけれども、その仲間に修善寺温泉においでなんて言うと、あのその竹林の小道に行きましてね、昭和歌謡とかね、そういったちょっと歌の和みの時間という枠で急遽いただきまして、特別じゃない演者、みんなの上には空がある、皆さんこんにちは、ケガクスです。どうぞ盛り上がっていきましょう。君にはどう見えたの、僕には僕なりの言い分が、でも伝えきれなくて、歌わせてくださいって言ったの初めての人だったんですよ。いや、度胸がある人だなと思って、大人の方かと思ったら、実は今年齢はおいくつでした？14です。14歳ということは中学3年生。ぬくもり忘れぬよ、咲いた夜に別れてしまう僕らの影は、一手に食いられる愛とか何かの夕暮れに咲いた夜には枯れてしまう僕らの体は、僕の中深く何かが聞こう、知らぬ間にいなくなってしまったんだね。終わることもなく何かが、運命なんて僕らは喜んで、何かを信じて生きていく人間、でもどっちに行ってもこっちに行ってもそれは運命で、つまらないような人生で、夜は未だに空洞、夜景に心奪われたの、大きなガラスの窓の外を星たちが飾ると、そんな僕が持つ魔法、瞳まで見えていた。OK ですか。始めます、皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。おちびちゃんたちが奥にいる。こんにちは、こんにちは。あれありがとう、三島市に住んでますシンガーソングライターの愛と申します。よろしくお願いします。30分ほど、ここに立たせていただいて歌を歌わせていただくわけですが、天使たちは何も知らずに生まれてくる、そこへ僕に当たり散らしていいよ、それで君の気が済むなら、それで君の気が
れるなら僕のことバカにしていいよ。簡単な人はいいよね、簡単に言えてさ、簡単に涙なんか流したりするんでしょ。そしてまた明日から前向いていこうなんて簡単に切り替えて。君は君だからと抱きしめて欲しかった。目をそらさないで、こっちを見て欲しかった。僕は僕をやめる。ということで、そのお店を始めたきっかけっていう。お店を始めたきっかけはですね、これは感じとか、例えば私子供がね、さっきステージ上でも言わなかったんですけど、2人子供がいて、上がもう中学校2年生で、下が小学校3年生の男の子2人で育ててるんですけど、いい質問。でも難しいな、いい質問。まさにね、そのことなんですけど、なぜ修善寺温泉でこういう活動してるかっていうと、昔は内風呂がなかったじゃないですか。なかった時代があったんですよ。で、あの頃よかったよって言うんですよね、おばなんかが言ってたんですけど、赤ちゃん連れているお母さんたちがいると、近所の人たちが赤ちゃん見ててくれて、あ、てっくり使ってきなっていうような。大津左衛門です。こう見えて実家はパーマ屋です。よろしくお願いします。今日はですね、オレンジタイムズのママさんと三森さんのお誘いがありまして、横浜から参りました。よろしくお願いします。
送りします。ダビッド・ハウスさんです。よろしくお願いします様です。まさこさん、ご紹介ありがとうございます。クリシェと申します。今日は本当にいろんなね、アーティストの皆さんが、いろんな年齢層の皆さんがね、出てとても楽しい会になっておりますね。この街で育ったのはもう何十年も昔、水着ではしゃいだあの海まであと数年、変わらぬ景色に胸を躍らせ、駅を
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus falls. When Jesus falls. Oh, when Jesus falls. When Jesus falls. When Jesus falls. When Jesus falls. Give us the sins away. Oh, happy day. Oh, oh, happy day. 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 Oh, when Jesus falls. When Jesus falls. はい、お、ありがとう。ね、あの、ザルの中にどんどん。いきなりポツリポツリと雨が降ってきまして、慌ただしい終わり方になってしまったんですけども、オレンジタイムズ新緑の音楽祭りは無事に終わることができました。まあこのコロナ禍のご時世でイベントをやるのはどうかという声もありますけども、まあ、屋外で行うイベントについては何ら申し分ないではないか、僕はそう思います。でこの新緑の音楽祭りの趣旨なんですけども、まあカンペ置いてきちゃって詳しいことは忘れてしまったんですけども、まあ確か児童虐待相談ダイヤルの啓発ですか、まあそういった趣旨のイベントだと伺っております。まあ門外観の僕が言うのもおかしな話なんですけども、児童虐待としてまあこの線引きは正直言って難しいかなと思います。で本題に戻りますけども、新緑の音楽祭りなんですけども、これは小学生並みの感想になって恐縮なんですけども、とても楽しかったです。まあ小学生並みの感想っていう言葉を乱用するのもどうかと思うんですけども、実際撮影していて、まあ、楽しさがひしひしと伝わってくる、まあ、そんなイベントでした。以上をもちましてオレンジタイムズ新緑の音楽祭りの動画についてはこれで締めることにいたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。また、Twitter および Facebook もございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。